はい、今回は新 SS 最強レイアウトグリッド編というのを行っていきたいと思います。まあ、前回ですね、新 SS 最強レイアウトフレックス編というのをやったんですけども、今回はそのフレックスとですね、二大巨頭というかですね、ちょっと使い方の違うフレックスに対してですね、今回グリッドというレイアウトのね、方法をやっていきたいなというふうに思います。で、すごく簡単なレイアウトのね、おさらいみたいなのやっていこうと思うんですけども、はるか昔ですね、テーブルレイアウトって言って画面全体にテーブルを張り巡らせてレイアウトするような手法がありました。で、その後出てきたのが、さすがにナンセンスだしょでしょということで出てきたのがフロートですね。フロートって回り込みでもともと使われてたものなんですけども、これもですね、このフロートっていうのもレイアウトに使ってた時期があるんですよ。今でもね、ちらちら見かけます。ただこれはレイアウトに使うので、全体的なレイアウトに使うんじゃなくて、全体的なレイアウトに使うといいよっていう風にして出てきたのがこのフレックスっていうやつなんですよ。で、その後にですね、似たのグリッドっていうね、概念が出てきました。で、このフレックスとグリッドって、ね、結構似てるんですよ。フレックスの守備範囲がこれぐらいだとしたら、グリッドの守備範囲っていうのが、こんな感じで、結構被ってるところが多いみたいな、そんな感じなんですけども、決定的に違うところがありまして、フレックスっていうレイアウトは一次元レイアウトって言ってですね、横向きにレイアウトするとか、縦軸にレイアウトするとか、一方向なんですよ。それに対してグリッドっていうレイアウト方法は、二方向、縦にも横にもね、同時レイアウトができるっていうですね、二次元レイアウトっていうのをね、売りにしてるというか、なので結構すごいんですよ。結構すごいんですけど、このフレックスっていうのがすげえ使いやすいっていうのとか、いろいろ時代背景とかいろいろあって、フレックスめちゃめちゃ使われてるけど、グリッド知ってる人は知ってるけど、実はすごいんだけど思ったよりも使われてないみたいな、なんかそんな立ち位置にあります。ただあとで若干難しいってのもあるんですよね。若干ね、概念が難しいってのもあるので、ちょっと使いにくかったりしますが、覚えるとめちゃくちゃ便利というか、フレックスじゃあここはいまいちだよなって思ってたところをグリッド使うと、それそれこれが欲しかったんだよっていうレベルのレイアウトができます。ということで、絶対に覚えておいた方がいいので、今回このグリッドレイアウトをやっていきたいと思います。ということで、もう早速やっていこうと思うので、まずですね、デスクトップにグリッドっていう名前のフォルダを作ります。で、いつものようにですね、 VS コード、ビジュアルスタジオコードというエディターを今回も使っていきます。はい、エディターの良し悪しはまた別の動画撮ってますので、そちらで見てもらえればいいかなというふうに思います。はい、でまたですね、VS コード以外のエディターでも似たようなことがですね、全部できるので、どんなエディター使ってもらってても OK かなと思います。で、グリッド、これを開きます。開き方もいろいろあるんですが、今回はですね、もうこれポイッとね、ドラッグする方法で開きます。はい、でindex.html と style.css を使ってやっていきたいなと思います。はい、でまずですね、 html から、ちょっと準備します。びっくりマークで、ずらっと出してですね、language english から japanese に変更しておいて、タイトルに今回グリッドって書いておきます。でボディの中にですね、ヘッダー h1 で、グリッドっていう風なタイトルを入れておいてですね、もうなんかすごいことになりましたね。はい、でメインとフッターでも作っておきましょうか。はい、はい、でメインの中身にグリッドに関することを書いていくんですけど、これはフレックスの時と同様で、いくつか箱が欲しかったとしたら、今回6個の箱を使う予定なんですけど、はい、この6個を囲む大きな箱、これが必要になってきます。でこの大きな箱に対してグリッドで指令を出してあげると、その中にある6個の箱が自由自在に動かすことができるよっていうのがですね、ポイントです。ということで、今回はですね、グリッドの本当に超基礎の基礎、もうしっかり覚えておいた方が欲しいことっていうのをですね、やります。でそのうちですね、グリッドのすごい使い方っていう応用編みたいなのもやっていこうとは思ってるんですが、まずは基礎ね、やっていきます。はい、ということで、まずここに div.itemsっていうね、大きな箱を作ってですね、その中に div.item という名前の箱を作っていきたいと思います。で今回6個箱作るので、それぞれ別の名前をね、付
けたいと思うので、アイテム1、アイテム2、アイテム3、アイテム4と。はい、はい、できました。でこの中身もね、ちょっと文字入れときましょうかね。3、4、5、6ということで、はい、6個の箱、その中に数字がですね6個それぞれね、はい、入れることができました。まあ一旦この段階で、はい、まあ、見てみたいなと思うんですけども、まあこの段階で見てもですね何なんですが、はい、まあこんな感じですよ。こんな感じ、はい、123456と番号が並んでる、まあこんな感じですね。はい、よいしょ。で次にですね、これを今度は CSS 書いていきたいなと思います。ということで、よいしょ、全画面にして CSS を書いていきます。あ、その前に CSS をリンクさせなきゃですね。ということで HTML から CSS をリンクさせます。はい、リンク完了です。でまあ必要はないんですけど、まあ、最低限のリセット CSS ということでパディングとマージンを入れておきます。はい、完成です。ボックスサイジング、ボーダーボックスもまあ入れておきましょうかね。これも関係ないんですけどね、今回は。はい、入れておきます。でこのアイテム図に対してまあいろんなことを今から行っていくんですけども、はい、まあ、とりあえずアイテム図にディスプレイの、グリッドって入れてみましょうか。どうなるのか。はい、これだけ入れてみても特に何も変わらないです。特に何も変わらないです。はい、今左にズンって動いたのはね、パディングゼロ、マージンゼロが効いてるだけです。で、今からちょっとね準備します。ちょっとこれ一旦消します。でアイテムの01に対して背景の色をつけます。アイテム02に対しても背景の色をつけます。ブルーにしましょうか。はい、この調子でですね全部のよいしょ、ね、箱に色をつけていきます。まあ、 おしゃれなのがね、いい人はおしゃれな色つけてもいいんじゃないかなと思いますが、とりあえずちょっと適当な色をですねつけていきたいと思いますので、完成です。6色つけました。まあ、見てみると、お、つかなかったですね色が。お、この名前が間違ってますね。 IMTE アイテムじゃないですねこれね。はい、アイテムに変えます。よし、これでうまくいくはずだ。はい、ということで色がつきました。ずらーっとこんな感じです。でさっきとまた同じように、この箱でアイテムズにディスプレイグリッドっていう風に入れてみたいと思います。はい、そうしても特に何も変わらないです。こんな感じです。これフレックスやった時はこの時点で横並びになったりとかしたんですよ。まあ、チラッとやってみましょうか。ディスプレイフレックスってやるとこれがね横並びになるんですね。ザラ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 と。こんな風な動きはしないです。グリッドって書いただけでは特に何もね起きない、そんな感じですね。はい、でここにですねグリッドテンプレートカラムズっていうのを入れていくんですけども、このグリッドテンプレートカラムズとグリッドテンプレートロースっていうのがあってですね、それを使うと結構ねいろんなことがねやっとね動きが見えてくるって感じですかね。はい、動きが見えてきます。なので早速入れていこうと思います。はい、グリッドテンプレートカラムズ、はい、そしてこの下にちょっとエラーね赤マークがつきますけど、もう無視して入れます。カラムズとローズっていうのを入れました。カラムっていうのは列のことなのでこっち向きのこういうことですね。でローっていうのが行のことなんでこういうことです、こういうこと。はい、まずカラムズに100ピクセルって入れたいと思います。一つだけ。そうするとこれがこうなります。全部が100ピクセルになりました。まあ、横幅指定したのとちょっと似てますね。はい、全部が100ピクセルになりました。で次に100ピクセルの100ピクセルって入れたとします。2つ入れました。100ピクセルの100ピクセル。そうするとこうなります。はい、
2列になったっていうことですね、はい、100ピクセルが2列になりました。そして1,2,3,4,5,6 と2つずつの要素がね入った、こんな感じです。じゃあもう一個作ってみましょうか。3個目、はい、100ピクセル100ピクセル100ピクセル、3つ入れるとどうなるかっていうとこうなります。100ピクセル100ピクセル100ピクセルの3つができました。はい、まあ、いい感じですね。こんな感じです。でこういうこともできます。例えばですけど、よいしょ、200ピクセルの100ピクセルの100ピクセルですると、1つ目のここが200ピクセルで100ピクセル100ピクセル、こんな感じです。よいしょ、200ピクセル200ピクセル100ピクセル200ピクセル200ピクセル100ピクセルですね。さあもう一個、200ピクセル200ピクセル200ピクセルにすると、もちろんこうですね、200200200になりました。じゃあ今度ローを見てみましょうかね。グリッドテンプレートロース、ここに50ピクセルと入れます。そうすると一番上だけ50ピクセルになりました。そして次にこの下に100ピクセルと入れます。そうすると次の行が100ピクセルになりました。はい、今ね、列の話もいろいろして、今度行の話もしましたね。列のいろいろをして、その後に行のいろいろをしたっていうのが今の状態です。はい、こんな感じ、これが基本ですね。行のことも決めれるし列のことも決めれるぐらいに思ってたら分かりやすいのかなというふうに思います。あとね、グリッド使ってたらよく見るんですけど、こういうこともできます。例えば横幅が800ピクセルっていう風になってたとします。600がいいかな、600ピクセルになってたとします。はい、900にしようかな。はい、900ピクセルだとします。で900ピクセルでここを 1FR1FR フラクションっていうね言葉の略なんですけど、グリッド使うときにね、よくこのね FR っていうのを使うんですよ。これフラクションね、1FR 分数って意味なんですよ、フラクションって。で 1FR1FR1FR っていう風に書いてあげると、はい、300300300という風に綺麗に分割されました。でこれだけじゃちょっと分かりにくいので、 1FR の200ピクセルの 1F で一番初めをね、今度はね200ピクセルにしたいと思います。で200ピクセル 1FR1FR にしてみました。そうすると今度こうなります。一番初めのここが200ピクセルで、あとの700ピクセルを 1FR1FR にしたので350ピクセルずつですかね、合ってるかな、はい、そんな感じになってます。はい、まあ、こんな風にね、分けることができる、こういう風に FR という単位があります。ちなみにこういうこともできます。一旦戻します。 1FR1FR1FR 戻すとこうですね。ここから 1FR、ね、はい、2FR1FR1 とか1とかちょっとバラバラですいませんね、はい、121という風にします。そうするとこうです。1対2対1ってことですね、はい、1対2対1に分かれました。じゃあ今度は1対3対2にします。そうすると、はい、こんな感じです。1対3対2っていう風に分かれました。まあ、こんな風な分け方もできます。縦も同様です。縦も例えば高さを、そうですね、600ピクセルにしたとします。はい、で50と100ね、はい、足りないのでこんな感じです。今こんな感じなんですけど、これを 1FR の100ピクセルにしてあげるとこうです。100ピクセルと残りの部分 1FR500 ピクセルになりました。今度は 1FR の 1FR にしてあげるとこれがこうです。で300と300になりました。こんな感じです。はい、まあ、一旦ここで止めときましょうか。はい、完成にします。ちょっと分かりやすいように、よいしょ、シンプルな形に戻します。はい、まあ、こんな感じにしておきます。これがねグリッド、ちょっとね、フレックスとね、ちょっとね感覚が違うと思います。ただ今の段階では
なんかやり方が違うだけでフレックスと一緒じゃねえかみたいな、まあ、そんな感じを持たれてもおかしくないかなと思うんですけども、ここからですねフレックスじゃできないことがちょっとね入ってきますので、まあ、その辺をね少しやっていきたいなというふうに思います、はい、ここからがフレックスと違うんだぜゾーンって感じですかね、はい、ということでちょっと見ていきたいなと思うんですけども、まあ一旦先に見せます。よいしょ、ここにですね、あ、その前にすいません、こんだけ煽っといてその前にちょっとやりたいことがあるんで先にそっちやりますね、その前にここにねギャップっていうね、はい、入れます。ギャップ30ピクセルっていう風に入れてあげると、はい、ギャップって言って余白が入りますね。こういう風に余白がこういう風に入りました。こうですね、こう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 っていう入り方しました。これマージンと違うのは、マージンだったらここにも入るんですけども、ここには入らないんですね、こういうとこには、はい、このね要素と要素の間にだけ入ってくれる、まあ、ちょっとこれを見てみましょうか、はい、ね、こんな感じで余白が入ってます、はい、これマージンと違うとこですね。ちゃんといい感じに入れてくれるよっていうのがやつです、まあ、これ専用のやつですね。フレックスとかでもよく使います。で、30ピクセルの60ピクセルっていう風に2つね数値を入れてあげると、はい、こっちが30ピクセル、こっちが60ピクセル、まあ開け方をね縦と横で変えれるよっていうね、そういうこともできます。はい、でちょっとギャップの話は終わりなので一旦ギャップ消します。ギャップを消してちょっと分かりやすい形に戻しておきます。でここからですね、ねちょっと面白いことやります。まずそうですね、このアイテム01に対してここにねちょっと仕掛けを入れていきたいなというふうに思うんですけども、はい、ここにですねグリッドローっていうのがあります。グリッドロー、このグリッドローというのを使ってグリッドカラムからの方がいいな、はい、グリッドカラムっていうのを入れます。グリッドカラム1スラッシュ3って入れます。そうするとこうなります。こんな感じです。1スラッシュ4とやると今度はもっと変わります。こうなります。はい、これちょっと見ていきたいと思います、はい、まずちょっと一旦消します。今やったのはこうやって見るとここのラインこの番号を入れたんですけど、ラインラインラインというふうに4本ラインが走ってるんですね。3つの箱を入れると4本のラインができるんですけども、このラインそれぞれに1番2番3番4番って番号がつくんですよ。で今このアイテム01が占有する面積を1から3ってやったので、ここからここまでがまずできました。でその後に1から4に変えたので、ここからここまで占有するようにしました。というふうに、アイテム一個一個に対してどこからどこまでを占有するよっていうのができるっていうのがこれの、面白いところです。これがねフレックスではちょっと、ね、できないとか、まあ、やりにくいできないになるのかな、はい、ちょっと違うところと思っててください。もう一回やりますね。グリッドカラム、これを1から4にしてあげると、はい、1から4番目までを占有する。でその他の部分を他のやつらが割っていくというふうになります。で先ほどなかった3列目ができてきちゃったので、3列目ね高さがね指定してないんでこのべちゃくちゃなんですけど、こんな感じです。ちょっと3列目の高さを入れますね、はい、ローの3列目にも 1FR を入れましょうかね、はい、でこれもちょっと900ピクセルにしときます。そうすると300長すぎますね、はい、そうですね600のままでいいですかね。そうするとこうですね、はい、こんな感じになります。はい、完成です。でね次はよいしょ2番ね、この2番にもグリッドカラム入れます。グリッドカラムを1から2というふうに1から3と入れます。そうするとこんな感じ、ここがまた1から3取りましたね、1から3、はい、
次この3番に1から2を与えたいと思います。そうしたらどうなるのかってとこですね、はい、3番に対してグリッドカラムの1から2を与えます。そうするとこうなるんですね。1ってここです、2ってここなので、ここにがいなくなっちゃうんですね。こういなくなっちゃって、ここの1とここの2に入ってくるようになったと。だからここからここまでだよなんでこうなります。これ3から4だったらここにまあちょっとそれでもおかしくなるな、はい、まあ、こんな感じになりました。3から4だったら大丈夫だったかな。ちょっとやってみますね。3から4、あ、ここに来てくれましたね。こんな感じになります。はい、ちょっと1から2に戻します。こんな感じです。でこの4番を、まあ、こんな風なことあんまやんないんですけどね、綺麗に並べることが多いのでこういう風にすることはあんまりないのですが、ちょっとやってみます。2から4、はい、2から4を占有ということですね。まあ、こんな風にちょっとぐちゃぐちゃになりましたけど、こんな風にしてみました。はい、ちょっと一旦戻します。ということで一旦戻します。カラムを消します。はい、消したのでこの状態に戻りました。次にですね、グリッドローっていうのもあってですね、グリッドローを使ってみます。グリッドローも同じようになります。まず1から3入れています。そうするとこうなります。1から3ですね。1から4と入れています。4、はい、そうするとこうです。1から4ね、これもラインが1本2本3本4本あって、それぞれに1234というふうに番号がつくので、でそれの1から4までを今ね占有したという状態です。こんな感じのができました。はい、じゃあこれを使って、いろんなレイアウトができるよってのがね、グリッドの結構強みだったりするんじゃないでしょうか。フレックスにはない強みですね、はい、自由自在変幻自在なレイアウトができるよっていう風なところがあったりします。じゃあちょっとねこれを綺麗にねやってみたいと思います。組み合わせですね。まずここにグリッドカラムと入れます。そして、グリッドカラム1から3とします。そうするとまずグリッドカラムがこうなりますよね。1から3、そして2番はこのままにしておきます。で3番と4番もこのままにしといて、5番、この5番に対してこれを縦にこう持ってきたいなと思います。こうということで5番に対してグリッドロー、これを2から4ですね、はい、にしたいと思います。そうするとこうなります。お、この位置で2から4にしたグリッドローをしたのにグリッドカラムまで変わっちゃったみたいになるんですけども、これはですね、まあ、この辺を何も明示してないからになるので、まあ、この辺もね入れたら一回ねちゃんとしてあげたりするといいですね。こうやって3から4にしてあげて、上にまずここにする。で3番に対しては、はい、グリッドカラムを1から2にしてあげる。そうすると、はい、あ、まだぐちゃぐちゃのまんまですね。で、今度は4番に対してもグリッドカラムを1から2にしてあげる。おお、まだぐちゃぐちゃのままですね。1から2にここ一応来てはいるんですけどね。でここにですね、よいしょ、グリッドローの指定もしていきましょうか。グリッドローを1から2、そしてグリッドローはここは2から3、はこれ1から2のままでしたね。はい、ここは1から2のままでした。はい、でこっち3番目にここを2から3にします。
こんな感じです。こんな感じで、その下4番、これも2から3にします。そうするとこんな感じ。はい。で4番はグリッドカラムがもう2から3、そうするとこんな感じです。で5番がここにあります。で6番をまずグリッドカラムが1から3、そしてグリッドローがこれも1から3、こんな風にしてあげます。違いますね。全部にかぶっちゃいましたね。こういうことがしたかったんじゃないです。グリッドローは3から4ですね。はい、3から4としてあげると、はい、ここに来ました。ということで全部をねちょっと並べ替えてみましたね。で占有率を変えてみました。ここはここからここまであるし、ここもここからここまであるし、そして5番のここはここからここまである。はい、こんな風に結構ですね複雑なんですよ。ですごくね複雑なレイアウトができる反面、やってる側も結構複雑なんです。こんな風になってくるとね。はい、なので、まあ、簡単なレイアウトだったらこのライン番号って言って1から何番1から何番っていうこういうライン番号で選んであげてもいいんですけども、これがこれくらい複雑になってくるともうちょっと簡単なやり方した方がいいので、グリッドエリアっていう考え方をねやっていきたいなと思います。ということで、これまあざーっと覚えときながら同じものを違うやり方でちょっと今から作っていきます。これをですね一旦消します。まあこんな感じですよ。はい、元の通りに戻しました。この段階からですね、先ほどと同じものを、先ほどみたいなライン番号ではなくて、これ一個一個エリアと考えるんですね。これエリア。で、このエリアに名前をつけていくんですよ。これをエリア A ね。はい。エリア A と言います。名前に仮にします。で、これエリア B。エリア C。エリア D、 エリア E、 エリア F っていう名前ですね。まあ、こんな名前をね今からつけていこうと思います。はい、ということでまず一個一個に名前をつけます。グリッドエリアのエリア A、 はい、グリッドエリアのエリア、ここを B にします。ここを C、 ここを D、 あとで名前変えますね。 E、 ここをF、まあ、こんな風にして名前をちゃんと変えていきましょう。 B、 C、 D、 E、 F。 はい、これで、ね、名前がねここにつきました。グリッドの名前を割り当てていきましたよと、こんな感じです。でこの段階で見てみると全部がね消えちゃった、まあ、ここにあるんですけどね、変な感じになります。名前を決めたけど名前の割り当てがないからですね、まあこんな感じになってるんですが、でこれをここで割り当てていきます。このアイテムズでグリッドテンプレートエリアズっていうのになるんですけど、これを使ってよいしょ、もうちょっと一旦これをですね、はい、開業します。で、はい、ね、ダブルコーテーションでくくってあげます。でここにエリア A と入れます。そうするとエリア A が出てきましたね。エリア A が、はい。で次にもう一個エリア A と入れます。同じ名前が被ったりするんですね。こうやって同じ名前が被ります。まあ、とりあえずその前にエリア B、 エリア C と入れてみましょうか。はい、このようにエリア B、 エリア C、 エリア C と入れました。そうするとエリア A、 エリア B、 エリア C という風になります。今回やりたいのはエリア A、 エリア A、 エリア B にしたいんですよ。この占有するんですよ。ここからここまでを占有したいって時には同じ名前を入れてあげるとその部分が占有できるので、こんな風になります。エリア A、 エリア A、 エリア B と、はい、なりました。で次に、よいしょ、次に行ってあげるとねローが変わるんですよ。行が変わって
この行にはエリア C、エリア D、そしてエリア E ですね。こんな風になります。はい、C、D、E とやりました。そうすると C、D、E となります。でこの5番のこれは縦に移行したいんですけど、それはまだマッチと。この段階ではこのままで OK です。で次にこれをですね、3段目作ってエリア F でエリア F で最後ここにエリア E を入れてあげるんですね。そうするとここがこうなると、こうなるということですね。保存してみてみます。こうです。これで先ほどと同じものができましたね。はい、完成です。でこれ見てみるとですね、こっちの方が見通しがいいんですね。エリアの名前をつけてあげて、ここでそのエリアの名前がどういう風な、ね、あの割り当てをされているかっていうのをここですぐ見れるので、この方がちょっと見通しがいいですよね。なんで複雑な場合はライン番号を使うんじゃなくて、こうやってエリア分けしてねやってあげると、あのすごくこう見通しのいいコードが書けるんじゃないかなというふうに思います。これ使ってね、ヘッダーメインとかね作れます。ヘッダーメイン、あのサイドバーね、ヘッダーメイン、サイドバー、フッターみたいなのを、ヘッダーメイン、サイドバー、フッター、こういうことですね。こういう風なレイアウトを組むっていう、まあ、あの全体のレイアウト組む時とかにフレックスだとちょっとしにくかったりするんですよ。それをグリッド使うとすごくこうきちっと決められたね、あの使い方ができたりとかします。はい、ということで、まあまだいろいろですね、グリッド使った方法っていうのはあるんですけども、まず本当にあの理解しなきゃいけない基本的な基本基礎っていうのはこの辺までになるので、基本まずこの辺をねがっつり覚えて、この辺をじわじわ使いながらあのやっていくと、かなりグリッドってものもね使いこなせるようになってくるんじゃないかなというふうに思います。で最後にフレックスとグリッドのちょっと違い、簡単な違いだけを言ってね終わりにしたいなというふうに思います。はい、ということでフレックスって本当にフレキシブルなんですよ。自由度がすごい高いんですよ。でそれに対してグリッドっていうのは結構きちきちっと決まった感じなんですね。ここもエリアとかもバチ決めでしょ、きちきちきちっと決めてるので、これはもう初めに何個か分かってるやつっていうのに向いてます。なので先ほどの全体のレイアウトとかっていうのはもう変わんないですよね、なかなか。こういう風にして、はい、これだったらもう4つじゃないですか。でこれだったら5つなんですけど、こういうのってのがもうあまり変わらない状態のもの、これがグリッド超向いてます。あとはもうあの自由度が高いレイアウトになってるものね、こういうのはグリッドがすっげえ向いてます。で記事一覧とかあるじゃないですか。あ、ここ3個溢れたら次こっちに折り返されるよとか、でこれが何個になるか分かんないと、何個になるか分かんないけどいっぱいあるよと、でどんどん増えていくよとか、こういう風に変わっていくものってあるんですが、この変わっていくものとかはこのフレックスが絶対向いてます。これ超向いてます。はい、自由度が高いものはフレックスが圧倒的に向いてて、もう数が決まってるものはグリッドの方がね向いてるものも多いって感じですかね。はい、ただね、ただ単純にこのサイトの中のここを3つに分けたいだけとか、そういう時はね、まあフレックス使うことも多いかもしれないですね、かなり。はい、まあ微妙な使い分けっていうのはまた使ってみてもあるでしょうし、またどんどんね紹介していこうと思うんですけども、とりあえず今回はグリッドの超基本っていうのと、まあ微妙にニュアンスでね、なんとなくグリッドとフレックスの違いが分かってくれたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はグリッドの使い方ね、CSS 最強レイアウトグリッド編ということでね、基礎講座を終わりにしたいと思います。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。また概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。